はい、酒好きなもんで新潟人の飲酒動画でーす。今回は、5月の29日に数量限定発売しました。こちら、ブラックニッカのリッチブレンドの、エクストラシリーでございます。アマゾンで予約したんですけれど、なぜか届いたのが、5月の29日発売なのに6月の1日に届くというね、このざま。華やかに咲き誇る、芳醇シェリー、数量限定です。で、値段が2100円でした。まあ、定価が2000円なんだけど、なぜか Amazon で100円高いという。原材料がモルトとグレーン。アルコール度数が 43%。容量が 700ml。製造者ニッカウイスキー、販売者アサヒビール株式会社。特にそれ以外に何も書いてない。ですね。はい。まあ2000円なんで、まあ、たかが知れてるだろうとは思ってるんですけれど、まああんまりそこまで期待はしてない。そもそも、リッチブレンド自体そんなにうまいと思ってなかったんで、同価格で、言うと、アルコール度数 45% のブラックニッカのディープブレンドの方が、ね、個人的に好きなんですけど。まあ、早速飲んでいきましょうか。乾杯。この類ですがね。なんかに似てるな。なんやったっけな。結構、喉がカーッとなるような、結構辛いですね。アルコールの、香りがすごい。エクストラシェリーと。何やったっけな。で、味がね、コクがないですね。コクがありません。重くもないです。軽いです。でも香りがまあ、そこそこ強いっちゃ強い。で、なんか甘酸っぱいような、香り？なんか甘酸っぱい、なんか、サクランボのような香りが、するはしますね。甘やかに、芳醇に、濃密に、シェリー際立つ、甘美なリッチ。フルーティーな香りと豊かなコクに、さらに甘さと芳醇さを際立たせて仕上げた、ブラックニカリッチブレンドの限定エディション。宮城郷のシェリーダルモルトの中から特に芳醇な香りを持つ希少な原種を選び抜き、10年以上熟成させて湧き立つような華やかさとフルーティーさを身につけたふくよかな、宮城郷モルトと合わせてブレンドした、ブレンドを完成と。華やかに香る、広がる香り、まろやかで滑らかな口当たり、熟した果実のようにコクと厚みのある味わい、ほのかに、続くビターな余韻。心をとろける特別なリッチブレンドです。と書いてありますね。ブレンダーが勧めるエクストラな飲み方。甘やかな香りがゆっくりと花開いていくのが楽しむならロックで。華やかさと豊かなコクがもたらす不平感、膨らみを確かめたいなら濃いめの水割りでどう？香りが宮城郷モルトの華やかで豊かな香り。味わいが蜂蜜のように、滑らかで甘い口当たり。
シェリーダル特、シェリーダル原酒特有の、濃厚でドライフルーツのような甘さ。余韻がほのかなビターさが心地よく続く。そもそも宮城郷自体はあんまり美味しいと思ってないんですよね。うん。だから余市の方が好きなんですが、何かに似てるな。だからブラックニッカのディープブレンドに比べるとはるかに重さが全くないですね。軽いです。でそのくせなんか軽いくせになんかアルコール臭が結構します。うん。で辛いです。喉が痛いです。うん。まあ結局宮城郷のモルト使ってるっていうことやんから、まあまあ宮城郷の味は何でしょうね。ピュアモルトのレッドだな。もう終了してんじゃねえか。出荷を終了させていただきましたってピュアモルトシリーズ。もう全部終わったじゃねえか。ピュアモルトの赤だな、これ。ピュアモルトの赤にそっくり。赤自体好きじゃないんで、いらないですけど。一番いらない。白と黒と赤の中で、赤が一番いらない。黒は普通にうまい。白もめちゃくちゃうまいんだけど、赤が一番いらねえんだよな。まあ、宮城郷が好きな人って結局、この、なんていうか、なんかフルーティーな香りっていうか、が好きなんでしょうね。うん。で、上っ面だけやけにフルーティーな香りはするんですけど、全く舌に重みを感じない、この重厚さを一切、コクもろくすっぽないという、実に軽い口当たりで、なんていうか、舌を、舐めるように飲むと、舌に、こう、ずしっとくる、コクが全くないんですよね。これはね。宮城用のウイスキーってそうなんですよね。あと、スーパーニッカとか似てるんじゃない？スーパーニッカ。そう、スーパーニッカじゃねえかな？これな。スーパーニッカみたいなさ、すっげえ辛い。で、クソみたいになんか、アルコール臭だけブワーってするんやけど。で、香りもまあするんやけど、まあぶっちゃけ軽いっていう、コクが全くない。スーパーニッカに実に似てますね。うん。ほぼほぼスーパーニッカじゃないか、これ。スーパーニッカよくはまだ飲みやすい。スーパーニッカは本当にすっげー辛いからね。恐ろしいぐらい舌が焼けるみたいな。すっげー辛いんだ。うん。もう鼻が痛くなるぐらい。鼻に抜けるそのアルコールだけで痛くなるぐらいだね。スーパーニッカ。まあ、あれも結局、昔は割と美味しかったんだけど、今の多分、スーパーニッカー、薄いっすね。うん。これ。これはあれだな、ハイボール要因だな、これ。
ストレートで飲むようなあれじゃないっすね。ストレートで飲むような重さもないし、まあ値段は2100円ですけど、まあ、ロックあたりで飲めば、割とおとなしくなるんじゃないの。この、鼻に抜けるこの辛さっていうのがすげえ嫌なんですよね。このピリッピリする。口の上のあたりになんか、鼻の近くにすげえビリビリってくるんですよ。まあ、アルコールの揮発した成分が、その、刺激して、すげえビリビリするんですよね。ちょっとトゥワイスアップでいただきます。あ、だいぶしなくなった。でもこれはこれで全く薄くなって何が何だかわけわからないのかな、これ。トゥワイスアップにしたら全く香りがもうゴミみたいになって。で、おまけに重さもないんで、口当たりが、マイルドすぎて一体何を飲んでるか全然わからなかった。ダメだな、これロックだな、これ。これはロックで飲むべきだな、これ。ストレートで飲むとすげえ辛いんで、ロックにして冷やしたら割と、辛みが飛ぶかもわからんね。ちなみに今、ちなみに今冷蔵庫の中に、氷がないんで。クリスタルガイザーを使って氷毎回作ってるんですけど、そのクリスタルガイザーがとうとうなくなって48本買ったんですよ。500cc のやつ48本買ったんですけど、それで毎回作ってたんですけど、とうとうなくなったんで。で、Amazon で2リッターの天然水を今注文したんですけど、今っていうか昨日あたりに注文したんで東京の水クソまずいからね。東京の水でその水道水でさ氷作るとさ、元々がすげえまずいんで、ウイスキーとかの味がものすごくまずくなるんで嫌なんですよ。新潟とかにいた時はすげえ水うまかったんだけど、東京に来て水飲んだら、水道水飲んだらクソまずいんだ。うん、まあ、これはちょっと、あれですね。まあ、2000円だったらディープブレンド買った方が、いいとは思いますけどね。コクは大してないでしょ。甘みが、まあ、ほんのりあるぐらい。香りはまあ、そこそこある。まあ、買いかってやると、俺は買わない。まあ、2000円で買う価値はないでしょう。2342です。ご視聴ありがとうございました。